足原会館の世界大会、第8回足原空手ワールドチャンピオンシップ、11月3日から5日に愛媛県立体育館にて開催され、世界15カ国から選手が集結した。日本での開催は初。フルコンタクト組手の部、女子18から34歳から 55kg では、156連覇の菊川優衣、東京本部が優勝。 準決勝では胴回し回転蹴りで一撃 KO を勝利するなど強さを見せつけた。動画、菊川が胴回し回転蹴りで一撃 KO をする瞬間。足原会館には、裁き、と呼ばれる、相手の攻撃を受け流して死角に入り込み、時には投げなどを使って敵の体を崩しながら打撃を加えて倒す、制圧する技術体系がある。試合では打撃技によるダウン、KO のほか 認められている裁きや投げによって制圧、さらにとどめ攻撃などによってポイントが加算される。菊川は決勝で、デンマークのマロー・クロイツマン・サンティーと対決。菊川が身長150センチメートルに対し、マローは165センチメートルと差がある。しかしマローは最初から、ガードを高く顔面に上げている。菊川の準決勝での胴回し回転蹴り KO を警戒したのだろう。 マローが菊川の強烈なパンチを嫌がり接近し続けると、菊川はパンチからローキックに切り替え、右ローを効かせる。しかしマローは接近をやめない。結局マローは推しの注意を3つ取られ、菊川が判定勝利した。菊川は優秀選手賞である、エクセレントファイターにも選ばれ、表彰された。実は菊川は足原会館の試合には初参戦。菊川は、 決勝戦で、裁きを見せられなかったことが反省点。難しく、まだまだ鍛錬しなければいけない、と足原空手ルールにも対応していきたいと語った。玄関長の足原秀則氏は、日本勢の組手について、裁きを有効に使えば、もっと勝ち上がりやすい。また掴んで崩してからの攻撃パターンも増やせれば、と足原会館ならではの裁きの技術や、有利な体制。 状態からの多彩な攻撃を試合でも出せるようになってもらえればと、期待の声をかけている。組手18から34歳女子プラス 55kg、ゼロバラスアナマリア・エレナ、ルーマニア、延長40クロマルメッテサリングソ連戦、デンマーク、超新選手同士、互いに打撃から頭を抱えての上段膝蹴りを狙う。延長戦、バラスの手数が勝るも、 メッテは最後まで上段膝、裁きを諦めない。しかしバラスの判定勝利となった。